こんにちは。芸能ダッシュです。今回は、平野翔がジャニーズを脱退するという衝撃的なニュースについてお伝えします。平野翔といえば、人気グループキングプリンスのメンバーであり、俳優としても活躍している若手スターです。昨年11月には、 グループからの脱退とジャニーズ事務所からの対処を発表し、ファンや関係者を驚かせました。なぜ彼がジャニーズを離れるのか、その理由に迫ります。平野翔がジャニーズを脱退するという噂は、実は以前から囁かれていたのです。彼はジャニーズ事務所の厳しいルールに反発しており、 自分のやりたいことを制限されていると感じていたという。その正体は一体誰なのでしょうか平野翔の新たなパトロンとされる人物は、なんとハリウッドの大物プロデューサーだという。しかし、一方で別の理由も囁かれています。それは、ファンからは歓喜の声が上がりました。 二人が芸能活動を再開することに期待が高まります。しかし、一方でジャニーズ事務所からは、冷ややかな反応もあるようです。ジャニーズ事務所は、平野翔と神宮寺ゆうたの対処について、公式発表をしていません。また、TOBE とのエージェント契約についても、認める気配はありません。 ジャニーズ事務所は、滝沢秀明氏が設立した TOBE をライバル視しており、その下で活動する元タレントたちに対してモテキーを持っているという。実際、TOBE に所属することが決まった三宅県やマスター・オブ・ビジネス・アドミニスト CT をフレイルステーションに対しても、ジャニーズ事務所は冷たい態度をとっています。 三宅県は V6 の解散後、ジャニーズ事務所からの仕事のオファーが激減し、自ら仕事を探す状況に追い込まれました。このように、ジャニーズ事務所と TOBE の間には深い溝があります。その溝はさらに広がることでしょう。ジャニーズ事務所との対立は決定的になりました。しかし、 二人は、ジャニーズ事務所に頼らずに、自分たちの夢を追い続ける覚悟を決めたのです。平野翔は、外資系の大手企業と CM 契約を継続し、高額なギャラを得ることに成功しました。また、ネットフリックスとの協業も視野に入れており、世界的な配信サービスで、自分の魅力を発信することを目指しています。 神宮寺優太は、平野翔の個人事務所に所属し、彼のサポート役として活動するとともに、俳優としてもさらなる飛躍を期待されています。二人は、KOBE の下で、滝沢秀明氏のプロニュース力やネットワークを活用しながら、新たな挑戦を続けていきます。ジャニーズ事務所から離れたことで、 多くの困難や制約に直面するかもしれませんが、二人はそれを乗り越えていく強さを持っています。一方で、ジャニーズ事務所は TOBE との対抗心を隠せません。TOBE に移籍した元ジャニーズタレントたちに対しては、礼遇や妨害を行う可能性もあります。また、 TOBE への移籍希望者が増えることで、ジャニーズ事務所内部にも混乱や不満が広がるかもしれません。ジャニーズ事務所はかつてない危機に直面しており、その舐め方は不透明です。平野翔と神宮寺勇太は、ジャニーズ事務所から TOBE へと舞台を移しました。二人はこれからも、 仲間やファンとともに歩んでいきます。二人が目指す世界への道は険しいかもしれませんが、二人ならば必ず到達できるでしょう。元、キングプリンスの岩橋元気さんが、新曲 IMAP オプストアル、ノティーザ・アムービーを公開し、以前は大となった、イカツイ両で、ガーラワになっているほか、 以前とは一転したハードな曲調などにも注目が集まっています。岩橋さんが新しい楽曲と PV の映像を公開しました。両腕を含む全身が映っており、派手な模様が確認できます。この楽曲はヒップホップ調で、口の動きも合わせて披露されています。過去の曲と比較して、ハードで、 ワイルドな側面が強調された内容となっています。ファンからは、早く前編見たい、ドキドキ、楽しみすぎる話などの声が届いており、いわ、橋さんの新しい雰囲気にノックアウトされたという声もありました。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんが、 2023年5月22日をもって同グループから脱退することを発表した際、脱退後もグループのメンバーとは良好な関係を続けていたようで、彼らは僕の分まで精一杯、キングプリンスとして頑張ってくれたことに対して感謝しかありません。こんな素敵な人たちに出会えたこと、また、 素敵なティアラの皆さんに出会えたことが僕の人生の最高の宝物です。と感謝の思いを綴っていました。人の中身は一瞬ではわからない。やっぱり見た目って大事。古い人間なのかもしれないけど、誰がやっても私はタトゥーにいいイメージはない。特に日本ではまだ肩身が狭いと思う。 真夏でも長袖着てる人。首からちらりと見えてると明らかに隠すための長袖なんだろうなって思う。威嚇しないためのその人なりの配慮なのかも。ずっと海外にいるなら困らないかもね。岩橋くんは日本でも活動してるんだよね。ずっと海外でやっていく意思表示なのかな。でも個人的には、平野くん。 神宮寺くんが次に出てきてくれた時にタトゥー入ってたらショック。行きがってタトゥー入れたようにしか見えない。背も高くないし見た目は中性的だし。特段歌やダンスが上手い印象もないから。外国人受けもしない。そうなると活動範囲はほぼ日本しかない。岩橋のタトゥーの入れ方って癖で、 あとからどんどん入れそうな気がする。個人的にタトゥーは好きじゃない。シールならいろいろ柄あるし遊べるからシールで良くないって思うけど好きにしたらいいんじゃない。いい歳して背伸びしたいのか知らないがせっかく可愛い顔で生まれたのにタトゥーはもったいないな。ちっちゃくてひょろっとしてる子供みたいな子が どんなタトゥーしても似合うことはないだろう。色白だしキャシャだからイカついとは思わないかな。この子の場合、ファッション的な要素より心の安定みたいなそっちの方が大きそう。タトゥーを入れることで、本人が強く入れるならいいと思うけどファン層は限られるでしょうね。平野神宮寺のファンだけどおすすめにこれ出てきて勘弁してくれって感じ。 西イオシくんが仲良くしてたのも知ってるし、土神器の自覚ちゃんとあるから、デビュー前後の6人体制の金プリは全く知らないから、自分の素直な感想のみだけど、この人に関して印象は持ったことないですね。過去映像とエピだけでも、十分自分の一番苦手なタイプ、ファンの人すみません。ジグヒラが対処してから、 いろんな話が流れてくるけど、この人とだけは合流しないでくれと思ってた。極めつけのタトゥー笑い。マジで関わらないでお願いします。タトゥーは嫌だなどうしてもこれだけは。なんで入れちゃうのかな。ファンじゃないけれど、先輩のバックで踊る JR 時代の動画を見て、苦悩しながら、 真面目に一生懸命取り組んでいる姿に心を動かされたことを覚えています。タトゥーにあってないしいかつくもない。むしりやざといやあわらなフェミニアピール万歳だけど、どんな層にターゲットを当てているのか、どっちつかずの半端感あるよね。